はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。皆さん、すいません、本当にすいません。俺、前日の動画で今回、魔法戦士が最強になったんじゃないかと、動画を出したんですけども、あれ、前言撤回させてください、すいません。そして、コメントで教えてくれた方、本当にありがとうございます。今シーズン最強は遊び人です。遊び人が、最強でした。すいません。遊び人めちゃくちゃ強い、しかもね、ブーメランをつけた遊び人が最強です。めちゃくちゃ強かった。遊び人って、レベルがね、後になってくるとこういうのに覚えるんですよ。 HP、MP、力、身の守り、異常状態、成功 50%、もうとんでもない性能が上がるんですよね。で、さらに、ブーメランの、これ、レボルスライサーが強すぎる。これがね、異常なぐらい強いですね。うん、2回行動させるよりも、こっちの方が断然良かったです。はい、すいません。まあ、とりあえず、ちょっと、使ってみましょうか。やばいですよ。では暗黒の魔人ちょっと戦ってみますね。このね、あ、間違えた。百裂なめも強いんですよ。うん、ダウンロードコンテンツで追加された新しい特技の百裂なめ、あれも強いって教えてもらって強かったんだよね。で、まあまあ、とりあえず、このレボルスライサーよ。うん。まあ普通に攻撃力もあるんだけども、プラスで与えるダメージを増加させる。これがとんでもない効果なんですよ。ほぼ 100% 決まるしね。もう必中なのかな？もうこのね、弱体化が決まると、このレボルスライサーで会心で7000とか与えるのよ。で、他のキャラクターもとんでもなくダメージアップするので、これやばいのよ。普通に攻撃しちゃった。で、天下無双も普通だったらまあ3000がいいとこなんだけども、これ入ると4000とかダメージ。また何間違えるの俺。まあいいか。はい、まあ、とにかく味方の攻撃力の底上げができてやばいぐらいの強さになります。うん、不死鳥テンプとかね、やったらもうすごく分かりやすいんですけども、レボルスライサー、わお。3000、ありえないダメージ。いけ、もうこれはね、反則級に強いね。まあ確かに2回行動もいいんですよ、すごくいい。でも、アクセサリーと装備で、まあ何とでもなるかなと、まあ何とでもなるわけではないけども、それで十分なぐらい強化できてるので大丈夫なんかな。いやー、このダメージアップが本当にね、やばすぎた。強すぎんだもん。これは召喚前に行けるか。いや、無理かな。アンヌシアは確かに再行動しやすいけども、必殺技の時がいいんだよね。うわお。でも倒せると思う。効くねー。いけ、わあ、強い。ちょっと、やり残したことがあったので、キラーマジンガと戦っていきます。これ、百裂なめ、これがね、いいんだよね。百裂なめとレボルスライサー、このコンボがマジでヤバすぎるんですよね。うん。で、さらにアイギスもあるので、もう防御面も任せてっていうところ。はい、ではまず百裂なめから入れていきます。大体入る。うん、会心じゃなくても大体入るんだけども、
やっぱりあれだよね、レベル95ぐらいで覚える異常状態プラス 50%、 あの確率アップが効いてるんだと思う。わっひどい、ひどいよ。あー、一応ステミスト効果んで、ガラクタハンターで転ばせて、まあ無傷で倒せるね、これならね。 OK、 もうなんだろう、ダメージアップとそのガード崩しが入ってるので全部完走するんじゃない？するよね、確かね。あ、ひどいひどい、これはひどい。会心なしで多分完走してるわ。うん、いや、ひどい。あ、ちょっと待って、これレボールだったらば5、6000いくんだけども、デュアルとか、ギガスローの方がダメージあるか。いや、違うな。これ、連撃だから、1999で、止まるよね。止まるよね、多分。ちょっとやったことない。一回やってみよう。どうだろう。あ、ちょっと待って。今気づいた。今気づいた。あれだ。ナルトの、忍法螺旋手裏剣と似てる、ギガスロー。どうでもいいけど、そうだわ。まずレボールから入れていきましょう。んで、ヒューザの、うわー4900、ひでえな。ちょっと待って、もう倒しそうだわ。これ両方入っ、あ、ちょっと待って、うん、ダメージ見たいからちょっと待ってね。百裂なめ入れて、んで、デュアルブレーカーどうだ。こっちも2回攻撃だからカンストだよね。あー、それ以上はやっぱ出ないか。で、弱体化とこれも入って、でバイキルトも入った状態の天下無双、あ、いや、倒すな、絶対倒すな。うわーすんごいダメージ。はい、ということで今日は遊び人使ってみました。これ間違いなく最強だと思います。教えてもらった方ありがとうございます。そして皆さんすいません、遊び人がめちゃくちゃ強いので使ってみてください。俺もレベル99まで上げました。まあ、あの、経験値が少なくて済むのでね、あげてください。他のやつは、1600万必要なんだけども、遊び人は1200万で、レベル99にすることができます。はい。あ、あとね、毎艇の服、これを装備できるので、2回行動しやすいっていうので、さらにそれも強いですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。